皆さん、こんにちは。今回は個々の樹種についてではなくて、庭木全般の切るべき枝について説明したいと思います。忌み枝という言葉は木に対して大変失礼な言葉だと思いますので、あまり使いたくないのですが、この忌み枝という言葉に引っかかる方は剪定について少し知識のある方ではないかと思い、あえてこの表題にしました。バックで流している映像のように、忌み枝を気づかずに放置してしまうと、後で処理が大変になります。忌み枝や芙蓉枝を表すこのような図はよくご覧になると思いますが、実際の木ではこんなに分かりやすく生えていませんので、木の中を見てどの枝を切っていいのかわからないというのが本音ではないでしょうか。実際の木で私がどのような枝を切っているかというのをご覧いただくことで、少し理解が深まるのではないかと思い、動画を作ってみることにします。剪定作業の基本となる大事なことですので、何回かに分けてお届けしたいと思います。まずは一番わかりやすい胴吹き枝です。地際から出てくる彦映え、屋号と言われるものも同じ系統の枝です。木が衰弱してくると出やすくなると言われています。切り取ることも大事ですが、樹勢を確認しましょう。原則的にはすべて取り除きますが、この木のように台風で折れた枝を補うために新しく枝を作りたい場合は残す場合もあります。次は梅の木での彦映えと胴吹き枝についてです。地際から生えているのが彦映えとか屋号とか言われるものです。この木はもともと紅白に咲き分ける総柑だったのですが、右側の紅梅が衰退してきてしまいました。このように親木が弱ってくると彦映えや胴吹き枝がたくさん出るようになってきます。衰退し始めた時から予備の枝を作り始めていますので、今回は枯れ込んできた部分は取ってしまおうと思います。彦映えは地際で付け根から切り取ります。ちょっと方向は悪いのですが、ここに次の予備の枝を作ってあります。こういう準備のために彦映えや胴吹き枝が必要になる場合もありますので、すべて取ってしまわない方が良い場合もあります。ですが、あんまり慎重になりすぎて胴吹き枝をたくさん残しすぎるのも、そこに栄養が取られてしまうので良くないことです。状況を見て判断しましょう。
次は徒長枝についてです。徒長枝はすべての木で同じように出るわけではなく、出やすい木もあれば出にくい木もあります。また徒長枝をあえて残してそこに良い花を咲かせる木などもあるので、徒長枝だからといってすべてを取らなければならないわけではありません。徒長枝を途中で切ってもまたそこから強い枝が出てしまうので、付け根で切るのが原則です。中途で切ったり切り残しをしたりしてはいけません。ごく弱い脇枝がある場合はそこまで切り戻すことは可能です。脇枝に切り戻す場合、このような内向きに生えている小枝で切り戻してしまうと、それが成長してやがて後で内向枝となってしまいますので、切り戻す場合は方向の良い外芽で切ります。木の輪郭を作りたいときも、徒長枝を途中で切って輪郭にしてはいけません。徒長枝を中途切りすると、すぐ輪郭を崩してしまいますので、切るなら付け根で切った方が無難です。これも徒長枝ですが、内向枝でもあります。徒長枝を取るだけでも、こんなにすっきりします。もう一度言っておきますが、徒長枝からは徒長枝しか生まれてきません。徒長枝を中途半端に残しても結局後で切らなければならなくなることの方が多いので、的確に処理しましょう。さて次は交差枝とか絡み枝とか言われる枝についてです。交差枝に気づかず放置してしまうと、互いの枝が癒着してくっついてしまい、どうにもならなくなる場合があります。これはサルスベリですが、忌み枝が癒着してもう一体化してしまっています。内向枝でもあり交差枝でもありますが、まあ名前なんかどうだっていいんです。こういう気持ちの悪い枝を作らないようにしましょう。これを無理やり処置しようとするとこんな感じになってしまいます。こんなの変でしょ。だから早めに対処しなきゃダメです。これは金木犀の例ですけれども、内向枝が枝の間に挟まってそのまま癒着してしまったようですね。こうなってしまうともう枝の塊ごと落とすしかありません。次は平行枝の例です。同じような枝が上下に平行に並んでいます。
枝の間隔を空けたいので、この場合は上の枝を切ります。こんなにごっそり枝が抜けてしまうと、穴が開いてしまうとか言って躊躇する方もいますが、木の輪郭は木が自分で直してくれるので関係ありません。大事なのは今後の管理しやすい枝の流れです。次はもう平行枝とか絡み枝とか言ってる場合ではないようなぐちゃぐちゃになった状態です。まあとりあえず平行枝を処理するということでやってみますが、この場合本当は上の枝を切りたいのですが、もうノコが入るような状態ではありません。それでもどちらかを切らなければならないので、仕方なく下から葉が入る下の枝を落とすことにします。こんなになってから処理するのは嫌ですよね。早めに対処しましょう。イミエダはたくさん種類もあって、一度には説明しきれませんので、また改めて第2弾を出すことにします。ご視聴ありがとうございました。